皆さんこんにちは。ディメンションカンファレンス2020、いよいよ始まりました。私今日、モデレーター並びにですね、全体の司会をさせていただきますディメンション株式会社代表取締役の宮曽と申します。どうぞよろしくお願いします。で今日なんですけれども、2時から5時まで時間をいただいています。全体で3セッションあるんですけれども、最初に少しだけディメンション株式会社というものがどういったものなのかというところをですね、スライドベースで少しご紹介する時間をいただいて、2時10分から入山先生と笠原さんの対談をスタートしたいと思います。で最初なんですけれども、実際にですね、こちら振り返りというところで、ストーリーを少し入れさせていただきました。初めてディメンションという名前を聞く方もいらっしゃると思うんですけれども、ディメンションは国内ベンチャー投資ファンドになります。で上側のところ数値で振り返るというふうにあるんですけれども、もともとは2000年に設立されたドリームインキュベーターという会社が親会社の母体になっています。で実際にドリームインキュベーター自体も2000年に創業して、2年後に東証マザーズ、その3年後に東証一部に上場しております。でその過程の中で国内のベンチャーの投資育成をしていって、で2010年頃にですね、海外の投資も始めて、でなおかつ、メジャー趣旨というか株式を大きく持って自分たちでも事業を作っていこうというふうな気概で、事業を進めてまいりました。でその過程で2017年ですね、だんだんスマートフォンが、普及するにあたってですね、我々もメディアを持とうということで、ディメンションノートというメディアを始めています。でこの中ではですね、起業家の方にどういった苦労を経て上場させたのかとか、組織とか採用とか、そういった自分たちの学んだエッセンスみたいなところをですね、発信しているメディアになります。でその後下側の方にあるんですけれども、2019年の10月にですね、ディメンションという、国内のベンチャー投資ファンドを設立しました。でその後ですね、2020年にこの後第2セッションのところで、対談いただきます中小機構さんにですね、大きなお金を、ファンドに投資いただきまして、より成長資金を加速するような形でですね、現在に至っております。また実績のところ多分特徴なんですけれども、20年経ってですね、我々としても出資支援先が30社上場したり、53社がですね M&A という形で大きな会社とジョインしたりとか、そういった形での貢献をしてきたのかなというふうに思っております。で実際にディメンションが立ち上がって約1年2ヶ月経つんですけれども、我々の出資支援先というところで1年間でですね、11社の会社さんに出資支援しています。シードアーリーというステージのものが5社、あとはグロースというふうな形でより大きくいくステージの企業さんが6社、こういった形で出資支援をしております。で出資先の領域なんですけれども、多岐にわたっております。でこちらの表にある通り左上ですね、金融というふうな領域もあったり、あと新しい領域でいうと VTuber の方が登録されるような事務所とか、あと EC とか、あとフードのサブスとか、あとデジタル医療とか、今後の領域を担うような企業さん、そういった方々を応援するために出資支援をしております。で1年間でいくらぐらい投資したのかというのはこちらにある通りですね、13億円という形、非常に大きなお金をですね、出資支援をさせていただいております。で実際彼ら自体もですね、他の企業様もしくは投資ファンドからですね、お金を集めて11社で300億円ぐらいお金を集めて次の事業を作るんだという気概で、事業に取り組んでいる企業さんになります。で実際先ほどディメンションノートという形で情報発信を始めたということを伝えましたけれども、こちらが少し細かいんですけれども情報になります。これまでですね、50人の方に登壇いただいて、で記事の内容的には300弱で、なおかつユーザーの方もですね、非常に多く見ていただいています。でその中でも色をつけずにですね、取材をしているんですけれども、当然起業家の方の取材ですので、志とかどうしてこういった事業を始めたのかっていう内容がある、なおかつ実際やっぱり人に向き合う
っていう方が非常に多くてですね、組織とかそういった悩みみたいなところもですね、自分たちがどうやって突破してきたんだということを書いてあるメディアになります。ですので、まあこれから起業を考えている方とか、起業してこれからよりですね事業を大きく伸ばそうという方はですね、こちらのディメンションノート登録いただいた上で参考にしていただければなというふうに思います。あと我々として、まあ今動画で配信していますけれども、今後ですね 5G という普及もあってですね、より記事という形を超えてですね、動画という形で起業家の方も取材を行っています。これまでですね33人の方登壇いただいてまして、まあこの中真ん中の上、ウェルスナビの柴山さんは今月上場されますけれども、そういったまあ未上場の企業が大きくしていく中で、起業家の方の肉声とかどんな姿勢で取り組んでいるのかっていうところですね、より文字以外のところ、振る舞いとか言葉の使い方とか、そういったところも参考にしていただきながらですね、事業を作っていく、そういったところの情報発信にも我々貢献したいと思って活動していますので、こちらディメンションチャンネル、YouTube 上にありますので、ぜひご興味ある方はですね、ご登録いただければなというふうに思っております。でここまでがですね、ディメンションについて1年間の振り返りというところを少しスライドベースで差し上げました。でいよいよ本番ですね。これから早稲田の入山先生とミクシーの笠原さんにいらしていただいて、いろいろ話を聞こうと思います。ではお二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よいしょ。で今日ですけれども、まあ、入山先生と笠原さんにお二人に集まっていただいてですね、すごくまあ大冗談に聞こえるのかもしれないんですけれども、まあ、入山先生自体はマクロで日本を捉えていらっしゃって、でも笠原さんは学生起業をされて、でそのままもう今も長く経営に携わっていらっしゃるので、特にここ、まあ、日本のスタートアップにどんなことが求められているのかなというところですね、今回クエスチョンとして5つ用意してですね、お二人からお聞きできればなというふうに考えております、はい、で特にまあご説明のところ本当に用紙だけですけれども、もう入山先生多くの方がご存知だと思うんですけれども、まあ、非常に経営学というところで書籍もですね、まあ、大ベストセラーという形でですね、経営のところ、なおかつ日本にとどまらずアメリカとか中国とか、そういったスタートアップも見られるのか、なおかつあと大企業もですね、広く幅広く捉えながら経営を見られているのかなと。でなおかつ僕がすごく思ったのは、はい、アメリカに10年間滞在されているご経験というのもすごく多分生きてるんだろうなと思いながら、はい、著作を見ています。そうですね、まあ、僕は実務家じゃないんで、笠原さんみたいに本当に事業を築き上げたような実績は全然ないんですけど、まあ、学者として世界中の会社を見てますし、何より実は日本に帰ってきた2013年に日本に帰ってきたんですけど、帰ってきた最大の理由が、実はこれから日本の方が面白そうだなと思ったんですね。まあ、アメリカのニューヨーク州立の田舎にいるよりも、これから東京に中心して日本中で、いわゆるちょうどまだ僕が帰ってきた頃って起業とかスタートアップっていうのが出てきた頃で、それこそミクシーなんかはもう使ってたわけですけど、そういう時代だったんですよね。でもこれからまさに笠原さんが作られたようなミクシーみたいなスタートアップがどんどん出てくるだろうと。なるほど。でこれは面白いなと思って実は帰ってきたっていうのが大きな理由でして。あ、そうだったんですね、はい、なんでそういう意味ではすごく今日も楽しみです。確かに、はい、まあレジェンドの方がいらっしゃいますからね、はい、で笠原さんのところも先ほどのスライドに戻っていただいて、まあ、よく多くの方がご存知ですけれども、本当、まあ、元祖学生企業という形で在学中に起業されて、でその後、まあ、マザーズ東証一部と、でなおかつ僕の印象はもうお付き合いも15年16年ぐらいなんですけれども、まあ、日本最大のヒット作を少なくとも2本を出している会社、まあ、ミクシーっていうソーシャル、まあ、SNS の領域のところとか、あとは、まあ、モンスターストライクですね、はい、ゲームの領域でも、でなおかつ下側のところ右下に書いてあるんですけれども、笠原さんの今すごく注力されている見てねという写真の共有家族間のサービス、動画ですね、はい、これがねめちゃめちゃいいんですよ。僕も使わせてもらってるんですけど。いや私もです。めっちゃいいです。ぜひ皆さん見て使ってくださいマジで。しかもこれ国内に閉じてないっていうのが僕はすごく印象的で、だそういった話もですね、今日限られた時間なんですけれども、いろいろ伺っていきたいなと思いながら、はい、僕自体もすごく楽しみにしています、はいはい、よろしくお願いします。お願いします。で最初まずその流れなんですけど、笠原さんへの私が事前にですね質問をぶつけて、これまあいろんな起業家の方が事業を立ち上げてですね、どうやってまあ見極めたり何を抑えたらいいのかっていうのをすごく迷っている方多いと思うんですよね。
まあ、自分としてはもうずっとなんか普遍的に変わってないつもりでして、うん、はい、でまあ、そのマーケティングから入ることもあればこうプロダクター的に始めることもあるんですけど、そのなんか大きな変化というか、うん、まあ、その技術的に新しいものが出てきた、まあ、新しいプラットフォームが出てきた、まあ、もしくは新しくこう社会環境が変わってる、まあ、今コロナとかでまた大きく変わってると思うんですけど、やっぱそういうなんかこう大きな変化で起きることをうまくこう追い風にするというか、まあ、そこをしっかりとなんか捉えるっていうのが一番大事なポイントかなと思っていて、うん、やっぱそこってこう成長していく市場になりやすいというか、まあ、ぐっとこうやっぱり世の中が変わっていく、で変わり目だからこそ生まれるチャンスというのがいっぱいありますし、なるほど、そこをこう何にせようまく生かすというのがやっぱ一番なんか自分としては大事なところかなと思って。なんかずっと観察されてるんですか、なんか市場が、うん、例えばスマートフォンが出てきて、ね、フューチャーフォンから変わるなっていうのは見ていたり、まあ、一番振り返るとそのインターネットの創生が起きたからファインドジョブが始まり、はい、あと、まあ、常時接続みたいなあの環境が出てきた、まあ、ガラケーが出てきたのでミクシーがあの伸びることができ、やっぱ、まあ、スマートフォンが出てきて、うん、まあ、モンスターストライクが伸びましたと。だから見てね、も、まあ、一応そのスマートフォンでこうカメラ代わりになっていくっていう場面だったり、もしかしたらおじいちゃんおばあちゃん世代がスマートフォン使い始めるっていう、うん、まあ、そういうところで見てねも伸ばすことができたなと思っていて、結構やっぱり、はい、僕知ってます。もちろん、いわゆるテクノロジードリブンというか、その環境を見る中でも、笠原さんは比較的そのいやスマホだとかスマホの機能が写真になっていくとか、そういう結構その技術のところを、あのガジェットのところをよくご覧になってるっていう感じなんですか。そうですね、まあ、割ととっつきやすいのはプラットフォームというか、うん、まあ、そうですね、端末環境みたいなところがやっぱ分かりやすく変化としてはあるなと思っていて、で一応今、うん、なんかもう一個ロミーっていう字がやっていて、でそれはあの AI の、まあ、発展を捉えて、うん、まあ、自由に会話することができる、まあ、ロボットをちょっとチャレンジしてるんですけど、まあ、そこなんかはかなり技術ドリブンというか、まあ、ディープラーニングがこんだけ進化してきて、まあ、さらに発展していく中、まあ、その AI の成長に合わせて、まあ、いいプロダクトが作れるんじゃないかっていうところから始めてる事業もありますけど、なんか、はい、僕なんかから見ると笠原さん本当すごいなと思うんですけど、今回の見てねも、ね、結局気づいたらコロナでまた大ヒットするわけですよね。つまり家族という単位に焦点を当てられてて、家族の間で写真をシェアするって、はい、まあ、超マイクロ、ね、SNS ですよね、はい、でもあれも技術って今おっしゃいましたけど、一方で、そのなんとなく日本の社会のあるいは世界の社会のトレンドが家族っていう単位に向かってるなみたいな、そういうのってやっぱお感じになられてたんですか。まあ、まあ、そう分かってる部分とそうじゃない部分もありますし、うん、まあ、当然こういうコロナの時代になるってことは気づいてもいないので、はい、まあ、そこはたまたま重なったっていう部分もあると思うんですけど、そうですね、まあそうですね、たまたまな部分も多いと思います、はい、でも逆にこうやらないことを決めてるとか、これは見ないようにしてるみたいなところって、事業の組み立てというか検討時ってあるんですか。まあそのまあ、ちゃんとできてるかなんですけど、まあ、あともう一個意識してるのはそのなんかネットワーク外部性があるかみたいなのが結構好きで、そのユーザーが集まれば集まるほど、もしくはデータが集まれば集まるほど、やっぱそのバリューが高まるか、まあ、それがないとやっぱりやってもやってもこう前に進めなかったり、まあ、もしくは参入障壁的にこう十分対抗できなかったり、で、まあ、結構その極みがなんか、まあ、いわゆるGAFAとか、そうですね、まあ、彼らって本当にインターネットのこう四隅をちゃんと押さえたというか、まあ、検索だったり友達のコミュニケーションだったり、まあ、スマートフォンそのものだったり、はい、まあ、EC だったりです、ね、まあ、そこをその世界のまあインフラプラットフォームとなっている、まあ、彼らっていうのはやっぱりすごくそこがまあ効きまくっているので、まあ、強いですよね。で、まあ、自分たちとしても、まあ、まあ、理想はやっぱりそういうそこまで世界的なインフラだよねってところまでいけるようなネタをなんとかやりたいと思って、はい、あと僕からは2つお聞きしたくて、いろんなスタートアップが、まあ、日本一のサービスなり展開しようと思って、うん、なかなかそこに至らない中、まあ、そうですね、みんな日本一を狙うわけですけどね、もはや見てね含めて3本目のヒットじゃ、はい、多分いらっしゃらないと思うんですよ。確かに。なんで、まあ、ネットワーク外部性の話されてたんですけれど、なんかそれ以外の何かの要素がないと、うん、なんか日本一ってみんな、ね、世界を目指すんだって言うんですけど、なかなかそこまで広まるサービスにならないので、なんか笠原さん流にそのネットワーク外部性以外に意識していることとか、
まあ、これもうまくいってるかどうか微妙なんですけど、その自分としてはその、まあ、単純なんですけど、こうなんか使い始める理由と使い続ける理由が十分にあるかどうか。始める理由と続ける理由。そうですね、まあ、シンプルなんですけど、で、まあ、それがボリュームがでかければでかいほどいいと思うんですけど、でそこは割と意識してますが、はい、そういう意味では実際一度笠原さん、僕がやってるラジオに出ていただいたことあるんですけど、はいね、その時お伺いしたのが、うん、今回の見てねっていうサービスももともとはご自身のニーズだったっていう ね、ご家族のニーズが、ご家族に本当にお子さんの写真、ね、お子さん生まれたからシェアしたかったっていう、はいはい、だから実際意外とそういう日常の感覚で、あれないぞっていうのをちょっと先取りできるっていう感覚が、はい、やっぱすごいんだろうなって。いやでも始める理由、続ける理由っていうのは僕はいろんな方にお話聞くんですけれど、あんまりこう着目してないというか論点に設定してない方が多い感じが、始める理由ね、はい、すごいオリジナリティを感じますね。まあ、見てでも、まあ、その自分のニーズだけだとやっぱりまずいので、その始める理由っていうのがこう世の中万人にあるのかどうかっていうのはすごい検証しようとしましたし、まあ、使い続ける理由も、まあ、自分は使い続けるんですけど、まあ、本当に世の中全員が、なるほど、まあ、たくさんの人が使い続けるか、なるほど、ボリュームが多いのを確認できると、まあ、やろうって気になりますし、まあ、やっていく時もやっぱり本当にそのボリュームが十分かっていうのをまあ検証しながらやってる感じですね。今宮本さんがおっしゃった始める理由っていうのは、つまり顧客側の視点に立って、ね、顧客が何で始めるかって考えるっていう、はい、それが意外とやらないっていうのは、周りのスタートアップをご覧になっていても意外とプロダクトアウト側っていうか、そうなんです、出すぞ出すぞってなるけど、顧客がなんで始めたいかって考えないってことですか。多分ですね、入山先生と僕同じ意見なんですけど、うまくいく人って検証する数が異常に多いっていうのは、僕がなんかいろんな企業家の方に接している印象で、はい、いや5人でフィジビリティスタディする人と200人って人いたら、やっぱり200人の方の方が伸ばしてるんですよね。あ、面白い。なんか数がすごい多い方がなんかやっぱり事業を伸ばして、なんかすごい執着なのか、アルファドライブあるじゃないですか、はい、アルファドライブの麻生君と喋っ、はい、彼の本に書いてありますけど、彼やっぱり新規事業の達人ですよね、彼やっぱり顧客に300回聞き入れてるんですよ。でもそうなんですよ、数だと思いますね、やっぱ数っていうのは。僕はだからすごく笠原さんの中でご自身の中もあると思うんですけれど、まあ、周りも含めていろんな視点で見られて、まあ、プロダクターローンチされてるのかなっていうのはすごい感じますね。で意外とだからアイデアがあっても、このいろんな周りの人に聞いてみたら、これはないなって叩かれて、ポシャってるのも結構あるってことです。まあ、なくはないですね、はい。いやけど、3本目のこんなヒットはすごいなと。まあ、ただ割と、すごい、はい、数多く打つというよりは、まあ、割と数少ない方な気はします、ね。だから笠原さん、オリジナルですよね。そうですね。あと僕2つ聞きたいという最後の質問なんですけど、今回見てねが世界展開になってるっていうのは僕はすごく印象的で、まあミクシーもモンスターストライクも国内でまあすごく流行ったものになっていて、見てねは最初から世界展開をすごく意識されてたんですか。まず一旦国内ではあったんですけど、ある程度こう、まあ、日本が離陸し始めるとやっぱ海外でもやっていきたいで、やっぱその結構やっぱグローバルな競争環境になってきてるので、はい、まあ、出ていきやすいし、まあ、もしくは入ってこられやすいし、で、まあ、そういう中こう、まあ、世界中でお客さん持ってる方が、まあ、最終売り上げとしてもこう大きなものになるというか、まあ、もしくは、まあ、そのユーザーの方へのこう課金プレッシャーとしてはあんまりなくても、確かに、まあ、たくさんのお客さんがいることによって、まあ、わずかながらのお金をたくさんの方からいただくっていう、まあ、それでビジネスが回すことができる。今もうでも見てねは国内よりもう海外半々ぐらいなんですか。いや半々まではいかないですね、まだ国内の方が多いので、まあ、これを早く1対1に持っていきたいし、まあ、もっと言うとそうですね、出生数ベースで言うとこう1対今の言語展開している国だけでもまあなんすかね、1対9というか、まあ、英語圏全部合わせればもっと多いと思うんですけど、はい、まあ、主要国だけ合わせても1対9ぐらいあるので、まあ、本当はそこを目指さなきゃいけないなと思ってるんですけど。海外だとどの辺の国が主に伸びてるんですか。英語で、まあ、なんだかんだアメリカが一番先だったん で、ね、まあ、アメリカが一番多いしアクティビズも高い状況で、まあ、イギリスとかカナダ、オーストラリアで、まあ、フランス語、ドイツ語、韓国、中国反対時で、あとまあ時期にスペイン語を始めようと思っていて、ね、すごい、はい、でも今の話の延長で次は僕は入山先生に質問を置いてるんですけれども、はい、すごく僕は入山先生ってすごくなんていうんですか、まあ、本当に限られた方って多くの先生が国内の研究とか、いやアメリカだけとかっていうある中で、まあ、今もまあ日米中じゃないですけれども、非常にいろんなスタートアップ、いやなおかつ大企業も研究されていて見られていて、
なんか差を感じられてると思うんですよね、はい、ちょっとまあ笠原さんの特殊としてそうですね、まあ、別格ですか、ね、別格なんで、はい、なんかこう見られていて、いや先ほども2013年に、まあ、戻られてきて、はい、どんどんこれから日本じゃないかって着目していく中で、こんなものをスタートアップは取り入れた方がいいんじゃないかみたいな、あの、まあ、僕ただの学者なんで、あの本当に、ね、実践してる方のことは本当尊敬してるんですけど、あのその学者からして客観的に見ると、あのもう、ね、やっぱりポイントはまさに笠原さんがおっしゃったグローバル化だと思うんですよね。グローバル化で、なんでかっていうと、今実はスタートアップって国際化しやすくなってるんですね。あの僕が若い頃っていうのは企業が国際化するってものすごい大変なことだったんですね、はい、ですけど今は実は我々の研究分野でもボーングローバルファームって言って、もう創業してすぐにグローバル化する、うん、まあもうだからウーバーとかエアビーとかそうですね、はい、昔はならグルーポンとかで、あの日本でも最近はあの少しずつね、あの見てでもそうですし、はい、あのユーザーベースさんとか、はい、メルカリとか出るようになって、はい、実は簡単に出れるんですね。だけどやっぱりそのそこまでちゃんと目指すぞっていう企業が実は少なくて、でなんでかっていうと、今よくガーファーが時価総額高いっていうじゃないですか、はい、で2番目は中国だと、それに対して日本企業は非常に時価総額低いっていうわけですけど、はい、あれも1個の理由は単純で、あのユニコーンもそうなんですけど、マーケット小さいんですよ、マーケット規模が。でアメリカってもともと3億あるじゃないですか。でアメリカで勝つと実は世界で勝てるんで、もともと20億ぐらいのマーケットだから、それは企業価値上がるわけですよね。で中国って中国の企業は大体グローバル化しないわけですけど、とはいえ10億人いるんで、はい、でインド10億人ですよね。でヨーロッパってあの3億人で、しかもヨーロッパで勝つとラテンアメリカとかで勝てますから、はい、5億人ぐらいターゲットなんですもともと。でアフリカも5、6億人いて、で実はポイント東南アジアなんですけど、東南アジアって一個一個の国だけだと小さそうに見えるんですけど、ちっちゃいですよね。はい、実はですね、あれ東南アジアのスタートアップって実はもう東南アジア全体面で見てるんですよ、ね、うん、そうですね、例えばのそのグラブの経営幹部なんかとの話聞いてると、はい、もう完全に東南アジア全体で見るとあれ6億5000万なんですよ、うん、だから実はもうそもそもマーケットがでかいから、そりゃマーケットキャップ上がるわけで、で日本って昔はね、僕が若い30年前とかはあの1億って結構なマーケットだったんですけど、はい、今となっては70億分の1なんで、めちゃめちゃちっちゃいんですよね。なるほど。だからやっぱりそこで最初から日本国内だけで勝負するってなると、やっぱりどうしても限界がある。で、あの別にそれは今まで日本のスタートアップすごい頑張ってきたからいいんですけど、ここから先はさらにまさに笠原さんのようにグローバルを狙うスタートアップがもっと出てきてほしいなっていうふうに思ってます。なるほど、はい、これ、まあ、今も、まあ、人口の話で規模が違うっていう話がある一方、まあ、言語みたいなところもあって、はい、日本って例えば、まあ、上場のルールも、まあ、日本ルールというか、そうですね、すごく特殊な中で、はい、なんか見ていると日本の上場にこう最適に持っていこうとすると、世界のルールとなんていうんですか、変わってきてしまうことを思考するんで、そうですね、だからあの率直に言うと結構僕へのもなんですけど、資本政策とかも含めてすごく重要かなと思っていて、あのちょっとこれすみません、あの怒られるかもしれないんですけど、ズバリ言うと僕はちょっとはっきりと今のマーサーズの上場基準は緩いと思ってるんですよ、うん、で実は僕の周りにもそういう人たちがいっぱいいて、やっぱりそっちに言うと売上10億ぐらいで、はい、あの時価総額2、300億で上場できちゃうと。で、あのアメリカだと別にアメリカ選ぶじゃないけど、やっぱ数千億ないといかないわけですよね。で、上場しちゃうとどうしてもやっぱり気が緩んじゃうというか、で、厄介なのがアメリカの場合は上場するのは難しいんで、M&A のがエグジットとして多いわけですよね、はい、で M&A でエグジットすると大体辞めちゃうんですよ、企業家が何年かロックアップ終わると、はい、でまた次の会社始めるわけですね。で実はそういったエコシステムみたいなのができてて、で日本の場合比較的マザーズであの楽じゃないんですよ、上場するの素晴らしいことなんですけど、やっぱり上場した後やっぱりそこでしばらく、まあ、滞留しちゃう、滞留しちゃうっていうところが課題かなというふうには思ってます。で、あの例えばこの前プライベートエクイティファンドのベインキャピタルが、はい、あのヘイっていう、はい、ベンチャーに出資したんですけど、はい、あれ実は僕出資した方キーパーソン仲良しなんですが、なるほど、彼は実はこの後いわゆるグロースマーケット作りたいんですね、はい、だから要するに2、300億のとこから、はい、運ゼ億まで持っていくときにも、はい、今そういったマーケットというか資金がないんで、ないよね、そこをまあベインベインが今実は投資に行ってるんですね。で実はだそういったところだけじゃなくて、あのシリーズ C か D で入ってくるところが、はい、もうお前らいいからグローバル行かないでマザーズで上場しちゃえよっていう投資家も結構いると伺ってまして、この辺が課題かなと思ってます。なるほど、はい、逆に笠原さんこう海外に今見てねでトライしていて、多分まあ競合もアメリカのサービスとかになってくると思うんですけれど、なんかこの点をもっともっとなんか工夫できるんじゃないかとか、日本ならではで勝てるんじゃないかみたいなところってあったりするんですか。
ですね、どうだろうな、まあ、一つやってて思うのは、うん、なんか結構英語圏の方がざっくりしてるというか、あの特化型のサービスっていうのもあんまりないんですよ。でも日本の方がこう、例えば家族、子どもの写真動画をシェアしようみたいなのって結構いろんなサービスが、まあ、実はあって、まあ、競合関係も結構あるなと思ってるんですけど、ただまあアメリカ、まあ、英語圏含めて他の言語もそうかもしれないですけど、あんまりなくて、多分日本人の方がなんかよりこう繊細になんかその差を感じて、まあ、特化型のアプリを使いたいみたいな、で多分スマートニュースの人もそういうこと言ってたんですけど、なんかジェネラルなアプリでいいじゃんみたいな、で特化型のアプリまではなんかそこまで手に取らないみたいな傾向があって、ただまあ使ってみたユーザーからするとすごい満足度が高いのはやっぱり日本は変わらないので、アメリカとか英語圏変わらないので、やっぱやれば分かってもらえるなとは思ってます。でちょっと時間かかるなって印象はあります。その浸透していくのに、まあ文化としても多分そこまで細かくなくていいっていうのが多分あるので、なんかちょっと時間をかける必要があるなっていうのがまあ一点ありますね。そうすると、なんかね、昔よく言われた日本人の良さのきめ細やかさとか、はい、すごい些細なところに、ね、気づいて作り込んでっていう良さが、いよいよアプリの世界でも出てくるかもなって気はしてますね。でもなんかお二人に話聞いていて、やっぱりこう意識なんだなと思うのは、まあ、先ほどマザーズの話されましたけど、まあ、国内上場を目指すのか、いやマーケットが10億人のマーケットがいろいろあるので、やっぱり最初からそういったものを目指すのかっていうので変わるんじゃないか、しかもまあそこにリスクマネーを提供しようというプレイヤーもいるんで巻き込めばいいんじゃないかみたいな話もあったり、で笠原さんはそのきめ細かいというか、実際にプロダクトが限られてるっていうところは欧米系はないけれども、ちゃんと時間はかかるけども理解してもらえて、日本ならではみたいなところが、なんかそういったところになんかまあグローバル化というか、米中との差を埋めるというか、なんかそんなポイントはあるのかなっていうのはお話聞いてて思いました。ありがとうございます。で次は3問目ですね。まあ今の話にすごくあるんですけど、まあ、笠原さん C 向けのサービスで今やられていて、でまあ意識みたいな話もあれば、先ほどもまあ、あのベインキャピタルの話があって、なかなかそのグロースのマーケットのところでプレイヤーを巻き込んだらいいんじゃないかみたいなところあると思うんですけれど、なんかこうどうするとみんながもっともっとトライするの、トライした方がいいよ、トライした方がいいよって言っても、なんかこう億劫になってなかなかそういうふうにいかない方もいらっしゃるので、なんかやっぱりグローバル展開相談いただくこともすごく多いので、うん、なんかこの辺は例えばまあベンチマークしろなのかとか、なんかその辺のお考えって2人にあったりしますか。やってて思うのはなんですかね、まあ、まず、まあ、さっきね入山先生もおっしゃってましたけど、あのすごい簡単になってるっていうのは間違いないですね、うん、あのまあ、簡単って言って語弊あるんですけど、圧倒的にそのアップストア、Google Play っていうのが、まあ、プラットフォームが出てきたありますし、まあ、全然変わらずリリースできる。であと、まあ、サーバーも、まあまあまあ、海外の企業ばっかり出したんですけど、はい、AWS なり Google のクラウドがあって、はい、まあ、海外展開もしていきやすい。で広告マーケティングも、まあ、Facebook インスタ使ったりとか、あとまあユーザー調査とかそのユーザーインタビューみたいなのもまあリモートでできるし、あとまあ専用のなんかそういうユーザーテスティング .com みたいなサイトがあって、サービスがあって、すごいなんかラフにこうカジュアルにユーザー調査もできるんですよ。でも翻訳系も別にいろんなツールがあったりとか、まあ別に留学生だったり、まあ日本にいる海外の人に来てもらってやるっていうこともまあすぐできちゃうので、その海外、まあ、日本にいながら、まあ、逆に日本にいなくてもできると思うんですけど、まあ、世界中どこにいてもこう世界中にサービス出していくっていうのはすごい、まあ、劇的にやりやすくなってるなと、うん、そうなんですよ。多分2015年ぐらいの時にスタートアップの企業が、まあ、アジアとか行こうっていうちょっとややブームっぽいのがあったような気がするんですけれど、まあ、なかなかうまくいかなくて、まあ、撤収してたんですけど、多分その5年前6年前よりも環境がさらに良くなってるってことですよね。逆にはまあ海外からもまあ来やすい環境になってますし、はい、まあ、よりやっぱグローバルで勝つっていうのをこう、まあ、ちゃんと意識して早め早めにやっていかないと、まあ、一旦やっぱ日本で勝っても、まあ、そういうグローバルの強いプレイヤーにまあ持っていかれるっていうのはあると思ってるので。なるほど、はいはい。入山先生いかがですか。あの僕はもう少しマクロの環境の話にしたいんですけど、あの まず一つはですね、あの本当に企業がグローバル化しやすくなってるんですね、はい、で専門用語で言うと我々取引費用が低くなってるって言ってるんですけど、マーケットでの取引でかかるコストが減ってるんですよ。なんでかっていうと、僕の理解はマーケット上での、まあ、ビジネスパートナーでやる時の結局プロトコル共通言語がほぼ絞られてきたからだって言ってまして、それもはっきり言うと英語とプログラミング言語なんですよね、はい、今世界中で英語とプログラミング言語があればどこでも
ね、それなりの仕事ができるし、だからアメリカ企業インド行きやすいわけですよ。インド人って英語喋れて、ね、みんなプログラミングできるんで。確かに。でまあ、あと強いて言えば財務のもの、あれもまあ世界中でほぼ IFRS で同じですし、はい、なんでもう そういうぐらいなんですよね。だからまずそこを最低限勉強するっていうのは重要 でそうするとやっぱり日本人の最大の弱点は英語なので、でただ英語って上手である必要ないんですよね。あのだから僕はどっちかっていうとそういうマインドの方が重要かなと思っていて、あの僕はアメリカ10年いたんで分かるんですけど、あのね、あの世界で一番普及してる英語って、あのアメリカ人非ネイティブな下手くそな英語なんですよ。なるほど。だから僕がよく言うのは、ちょっと名前出して怒られますけど、ノーベル賞を取った中村修二先生、青色発光大学の、はい、あの先生よくあのネット出てるんで見ると、ちょっと大変申し訳ないけど英語死ぬほど下手なんですよ。なるほど。だけどノーベル賞を取って UC サンタバーバラの教授やってるわけですよ、はいはい、で三木谷さんも、ね、楽天のでハーバードの MBA 取られてるけど、はい、最初なんか楽天が英語化するって言った時に、英語化するぞみたいな時の記者会見ちょっと怒られるけど、まあ、全然上手じゃなかったけど、そうなんです、ね、下向いてこんなやってる、こんなにだから言ってて、で、まあ、でもそれでも構わないんですよ。慣れが大事で、なんでその辺を恐れずやりましょうっていうのが1点と、もう一つは僕はやっぱりその投資家とかも含めた経営チームの全体のエコシステムだと思ってまして、で例えばその今インドとか、これ実際そういう研究があるんですけど、インドとか台湾とか、まあ、最近なら中国とか、はい、ああいったところでやっぱりスタートアップが盛り上がってる1個っていうのは、あれその国単体で盛り上がるわけじゃなくて、まあ、他のスタートアップがそもそも盛り上がってくるに、まあ、はっきり言えばシリコンバレーですね、はい、シリコンバレーのエコシステムとうまくこうエコシステムが両方同時に盛り上がっている状態なんですね。つまりその間を人が往復する、人が頻繁に往復することで、例えば台湾なんかもあれ鴻海とか今出てきてますけど、もともとは台湾からアメリカの留学してスタンフォードとか出た人たちが向こうで起業して、はい、で失敗する人もいるんだけど何人か成功して、でそういう人が今度はやがて台湾に戻ってきて、なるほど、でそうするとあの本当のビジネスの、これ笠原さんとかね、お二人の前に言うあれですけど、本当のビジネスので重要な情報ってネットに出ない情報なわけですよね。はい、ですね、ここだけの話だけどっていう、もう超ソフトなインナーサークルの人脈の情報じゃないですか。でああいうのを持ち帰るようになってきたんですね。確かに。でそういうのをカリフォルニア大学バークレコのアナリー・サクセニアンという人がトランスナショナルコミュニティって言って、トランスナショナルコミュニティ、まあ、簡単に言えばその両国の間を足しげく頻繁に往復する起業家とか投資家とか学者とかエンジニアの人の動きのコミュニティがどのくらいあるかっていうのはものすごく重要 でそうするとシリコンバレーのエコシステムがある部分台湾に移管されるわけですよね。でそうなってくるとそのインフォーマル情報も含めて、なるほど、いい経営チームも作れるからうわっとこう行くようになるわけですね。で日本はね、そこの厚みがまだ弱いっていうのは思ってます。おっしゃる通りで、先ほどもまあ英語プログラミング学習財務みたいのもあって、はい、多くのこうシニアの方って、いや僕はできないからメンバーにやらせるっていう方とか、僕は多すぎるような気がしていて、少しでも触れるっていうのは僕はすごい大事だと思っていて、あとまあ先ほども井山先生も台湾でまあ行ったり来たりってなって、はい、例えばアメリカの中でもまあ官僚に行って民に戻られる方とかもすごくなんか交流があると思うんで、そういう方々が多分経営層みたいな形になって、いや情報も取り替えるしネットワークも取り替えるしっていう、なんかそういうアクティビティがなんか今日本はまだ固まってるので、スタートアップだったらスタートアップだけとか、なんかそういったところがどん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 なんかみんなが恐れずに行くっていうのが、そうですね、グローバル化の工夫かなと。学者も実は同じで、今僕アメリカ10年いたんで、向こうの大学のトップスクール行くとビジネススクールの教授も実はほとんど中国人とインド人なんですよ。え、そうなんですか。うん、アメリカのビジネススクールですけど、僕今例えばニューヨーク州立大学のバッファロー校にいましたけど、僕経営戦略論の分野にいたんですが、教員僕入れて当時10人いてアメリカ人1人です。であと全員インド人か中国人か台湾人か韓国人かイラン人かオランダ人、なんでやっぱりそうやって人が動くって大事なんですよね。だからそこに多分日本の方もどん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 参画されて、どん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 まあ交流というか、まあ国境もどんどん下がって、まあちょっと今コロナで大変ですけれど、多分なんか同じ領域を極めるっていうのも大事ですけれども、多分なんかこうトランスレーションするというか、そうですね、そういうのが多分グローバル化の工夫。やっぱり人がそもそもグローバル化しないと、やっぱ最後は僕でも偉そうですけど、組織人なんで。いやもうそうですね。でだから例えば僕の周りで最近面白いなと思ったエクサウィザーズさんとか、はい、あのエクサウィザーズはもう従業員の半分以上が
あの世界から来てる人たち で、ねはい、石山さん創業者の彼と仲いいんですけど、うん、もう本当に片言の英語と日本語のちゃんぽんで喋ってるらしいんですよ、うん、でもやっぱりそうなっていくとだんだんグローバルにスケールできるんじゃないかなって思ってるっていう。でもこれ逆にミクシーも今多分日本の方が多いと思うんですけれど、なんかそういう多様性とかっていうのはどう見てらっしゃるんですか。まあ、まだまだこれから与えてないところあるなと思いますね。なるほど。でも一方でプロダクトがグローバルに評価されてるわけですよね。それ結構面白いですよね。そうですね、まあ、もちろんそうですね、まあ、見てるチームで言うとやっぱりその海外に携わる人もしくは海外のネイティブな人っていうのは増えてきてますし、うん、まあ、そこが活躍している度合いはね高まってきてはいますね。なるほど。これの、はい、必ずしも外国人を入れたから偉いわけじゃなくて、僕は結構そのサービスとかプロダクトのタイプによると思っていて、プロダクトが結構強い場合は日本人がねオンリーでもいけるんですよ意外と、はい、これねちょっと古い企業で行くと小松がこれなんです。あ、はい、元気の小松ですね。元気の小松さん、小松さんって今日本で大手企業ではもう唯一と言ってぐらいグローバルとかで跳ねてますけど、はい、そうですね、あそこね役員全日本人なんですよ。なるほど。だけどプロダクトが強いから、うん、あとはもう世界中で跳ねるんで、だから見てでもそっちを狙えばよくて、でエクサなんかはどっちかというともうベタベタのサービスだから、うんうんうん、ソリューション型なんで、プロダクトの勝負じゃなくてソリューションだから、はい、まあ、違う戦い方をしてるってことですね。そうそう、やっぱり人がグローバル化した方がビジネスとしてもグローバル化しやすいということです。はい、わかりました。アメリカ行った初期とかにやっぱその現地のコンサルの人とか PR 会社の人とから、はい、なんかああやった方がいい、こうやった方がいい、アメリカはこうだからってことをよく言われるんですよね、うん、でまあまあ、結構そうなのかと思いつつも、なんか本当に納得できることしかやっぱり受け入れなかったというか、多分そこでこうあれこれ受け入れすぎちゃうと多分価値がぶれちゃうというか、なるほど、まあ、その危険性はやっぱ感じたので、やっぱその日本でなぜ受けてるのかってところを、まあ、まだ分からないかもしれないけど海外でもいつか分かってくれるはずだっていう、まあ、そういう気持ちはちょっとあるなと思いました。軸が笠原さんの中に確立されてて、ね、インプットをもらいながらも取捨選択されていて、っていうのがなんかやっぱり笠原さんらしいなっていう、ね、そうですよね。なかなか変わるじゃないですか、まあ、A さんが言ってたちゃんと成功しきって初めてよかったねって話だと思うんですけど、いやいやすごい、ありがとうございます。あと2問だけですね。これは今スタートアップっていう起点で、いやいやトランスレーションした方がいいんじゃないかとか、いやいやいやプログラミングとか英語もどん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 自分から能動的に行くべきじゃないかっていう、まあ、主体側がスタートアップで話をしたんですけれども、今度逆にやっぱり周りの方々で、先ほどもまあプライベートエクイティの方が未上場ベンチャーに出資してっていう話があったんですけれども、そういったまあ大きなお金が入るのか、いや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 大企業がもっともっとスタートアップを、まあ、なんていうんですかね、密になんか自分たちが取り組むじゃなくてエコシステムとして共に何かやっていくんだっていう動きとか、いやいやもしかしたら、まあ、ちょっと大きいですけども省庁の方とか、なんかスタートアップの周りの環境がもっとこうなればなって感じてらっしゃることを2人の視点であるんじゃないかなと思っていて、笠原さんとかいかがですか。まあ、難しいですけど、まあまあ、その米中の競争とか見てるとなんか圧倒的にそのこうなんか連携してますよね。そうですね、まあ、守るところは守ってるなっていうのがやっぱり思って、でじゃあ日本でそういう支援があるかというとね、なんか古社が戦ってるっていう感じですよ ね、守ってるっていうのはスタートアップを守ってるっていう感じ、まあ、スタートアップなのか、まあ、自国の産業なのか技術なのか、うん、まあ、戦略国家としての戦略みたいなのを含めてこうなんかパワフルにやってるなっていうのはありますと。で、まあ、自分たち界隈でいうとなんかそこまでやっぱ政府の力っていうのを感じたことはない、まあ、よくも悪くもないというか、まあ、ある種自由にやらせてもらってるんですけど、何かこうそうですね、その海外企業との競争における支援みたいな観点ではあまり ないなという印象があって、そこはなんかもっと入ってきてくれたらいいのかなと思うことはありますけど、笠原さんとかだとなんか呼ばれてちょっと話してくれとか、そうですね、まあ、徐々になんかその会社としてこう、まあ、ちゃんとその辺のコミュニケーションみたいなの、まあ、逆に自分たちがまだ実力不足だったっていうのもあって、こうまあ、最近は特にそういうコミュニケーションができるようになってきていて、うん、まあ、だんだんそうですね、そういうところからうまくいくのかもしれないですけど、はい、なるほど、うん、逆に岩本先生でもどうですか。いや、もう僕はこの辺いっぱい言ったことあるんですけど、はい、まず大企業は、僕は大企業とスタートアップの今30代ぐらい比較してるとちょっと怒られるかもしれませんけど、まあ、怒られることばっかり言ってますけど、正直スタートアップの人がねもう抜いちゃってると思うんですよ、はっきり言って、はい、
で、あのそれはやっぱり意思決定の回数なんですよね。意思決定の回数。でもちろんスタートアップでもそういうのやってない人もいるんですよ。いるんだけど、やっぱり比較的小さなスタートアップとか、そこスタートアップで幹部層での人って、はい、まあ、笠原さんとかそうだと思うんですけど、もう日々修羅場の連続じゃないですか。やばい意思決定1日3回ぐらいしてるわけで、はい、それ1年間やったら1000回やってるから、それ5年やったら5000回やばい意思決定してるわけですよね。で大企業はあのもちろん素晴らしいリソースいっぱい持ってるんだけど、一方で意思決定をする機会がないんで、スマコンって作ったのって椎木さんっていう役員なんですよ、はい、あの人もともと小松が買収したスタートアップの社長だった。なるほどなるほど。だからあの今ヤフーのヤフージャパンのトップも川辺さんです、はい、川辺さんも買収した、ね、スタートアップのが今ヤフーの社長ですよね、はい、ですだから本当にそういう風になる時代で、だからそういうの時になって、あの頑張ってフィンテックと仲良くなっていてで、ブイツリオさんとかね、マネフォワードのあの人とかを社長言っちゃった方がいいんじゃない、はい、話が。でもだから多分大企業も意識を変えないといけないっていうのは、なんかこう今までまあ自前主義というか、はい、そこでまあちゃんと訓練積んだ人がまあ40代もしくは50代でまあ意思決定の数っていうのを踏んでいくんですけど、そうじゃないだろうと。もっともっと早いタイミングで、はい、やっぱり意思決定を積むことが、僕ビジネススクールの教員なんで怒られるかもしれませんけど、ビジネススクールで唯一教えられないのって意思決定なんですよ。意思決定が教えられない。意思決定だけは意思決定をし続けないと能力上がらないんで、だから笠原さんが死ぬほど意思決定されてるからめちゃめちゃすごいわけで、だからあのこれだけあの座学じゃ無理なんですね。いや分かります。なんでやっぱり若ければ若いほどいいっていうのが僕の理解です。いや本当にそうで、なんかまあ私も今ファンドをやってるんですけど、ファンドのメンバーと定例を2週間に1回やってるんですけど、まあそこにもメンバーいますけれど、もう絶対に意思決定する数を上げるからスピードをやってくれと、うん、100の時間があって1の意思決定じゃなくて、100の時間があったら100の意思決定したらどん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 成長するよと。で絶命しないレベルっていうところをちゃんと加味してやれば、まあ上のシニアは守るからっていう、うん、多分なんかそういったのと全く同じ話をされてたんで印象的だったのと、はい、あとやっぱり大企業の方が僕やっぱり30前後ぐらいでやっぱり選抜というのもあっていいような気がしていて、はい、いやなんかもう子会社孫会社のトップをやってもらうとか、あそうですね、なんかそういった意思決定が今の60代の社長とかにもいるのかなと。今あのトーマツベンチャーサポートさんが大手企業さんと組んで、はい、まさにそのスタートアップとジョイントベンチャー組ませるんですね。なるほど。でそのジョイントベンチャーに大企業で一番育てたい人材のトップを当てるっていう仕組みを作って、あの斉藤優真君が大企業から30代の社長500人作るっていうプロジェクトやってるんですけど、はい、僕はあれは、ね、あのサポートしてる、あの素晴らしいっていうふうに言ってて、なるほど。でやっぱりそれってね結構社内でリング取りやすいんですよ、大手企業で。人材育成になるっていうとね大体通る。なるほど。なんで、まあ、人材にお金使いますからね。そうなんですよ。なんでそういう形で通していくのとか僕は大事かなと思います。あともう一点だけ大企業で言うと、あの今笠原さんがやられているようなのっていうのは比較的こうスマホ上で完結するビジネスなんですけど、うんうん、これからはそれに加えてその IoT ですとか、うん、それからまあ例えば牛とかにセンサーつけるとかね、はい、インターネットアニマルみたいな、はい、そういうのがもっとどん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 出てくると、実はもう既存のプレイヤーがある領域なんですよね。例えば IoT って物と物がつながる時代だから、というか実は物がいいことが重要で、うん、物がいいのっていやまあ中国も最近頑張ってますけど、やっぱり物作りといえばまだ日本とドイツなんですよ、はい、だからそういう意味では意外とそのスタートアップのいい感じのところと物作りとかサービスのきめ細やかい日本の大手中堅あるいは中小企業も含めていろいろコラボしていくっていうのは僕は結構可能性あるのかなと思って、キャディとかがやってるね、ああいう感じですね、はい、いや面白い視点ですね。あのこのセッションでちょっと笠原さんに今もあの M&A を大企業がして、まあ、人材の若手の人が、はい、まあ、小松さんの例が出てきたと思うんですけど、M&A って多分すごく難しいと思うんですよね。カルチャーが違うものをどこまで取り入れるのかとか、ね、答えがないと思うんですけど、今のところ笠原さんが見てらっしゃるなんかこう M&A のポイントとか方法論とか重視してるところっていうのはあるんですか。まあそうですね、まあ、ミクシー社もまあ過去から今に至るまでまあそれなりの数はあるにはありまして、はい、やっぱりなんですかね、まあ、なるべくその、まあ、簡単に言うとその会社としてやっていきたい方向と、もともとスタートアップが目指している方向というのが、うん、あってればあってるほどあのうまくいきますね。で、まあ、最近で言うとそういう意味ではどんどんいい制度になってきてる気がしていて、うん、まあ、最近ジョインした会社さんの人たちとはまあ同じフロア、まあ、今あまりコロナで行けなかったですけど、まあ、同じオフィスで、まあ、同じフロア で、まあ、基本やっぱりジョイン前から同じ方向に行っているので、まあ、あのそこまで違和感なく、
まあ、ガッチャンとして、まあ、一緒に目指していく。で場合によってはもうなんか転籍してくるケースもありますし、逆にその企業のカルチャーを大事にしようというので、まあ、残しながら、まあ、一緒にタッグを組み続けてやっていくケースもありますし、なるほど、あのだいぶなんかだんだんうまくなってきたかなという感覚はありますね。やっぱ PMI も経験だっていう。そうですね、そうですね。ありがとうございます。はい、残り時間があと、まあ、5分少しぐらいになってしまったので、あの最後、まあ、これ実はメッセージっぽい質問なんですけれど、まあ、本当のこの大台ですね、なんかいろんなものがスタートアップに僕は求められているような気がしていて、さっきの入山先生の話で言うと、いやいや大企業と30代比べてみると実は意思決定している数が違うので筋力が違うみたいな話もおっしゃっていれば、いやいや笠原さん的に言うと、まあ、今の見てねっていう日本なりのプロダクトでやっぱり磨き上げていって、普及には時間かかるかもしれないけどやっぱりなんていうか受け入れられていくみたいな、なんかこういうのも日本流のような気がするんですけれど、なんかこう、まあ、今2020年になって、まあ、あと10年みたいなスパンで言うと、なんかどんなところがなんかこう求められているというか、いやこういうことを見させてくれとか、なんかその辺の、まあ、多分若い人が見てる方が多いと思うんですけど、メッセージにも近いんですけれども、入山先生から言ったら、僕はやっぱり今日の笠原さんとの話を伺っても、やっぱり最大 の、 僕はここまで僕が日本にから帰ってきた7年前なんですけど、7年前と比べてスタートアップの環境全然良くなってるし、素晴らしい起業家さんいっぱい出てきてるし、本当に僕が尊敬するような方々、ね、僕より全然若い方々も含めて素晴らしくなってきてるなと思うんですね。でただ一方で、それこそさっき冒頭のご質問でアメリカや中国と比較していた話があったんですけど、はい、僕は実は NTT さんと仲良くて、なるほど、で NTT って今スタートアップの支援やってるんですよ、東南アジアで、あ東南アジアで、で NTT スタートアップチャレンジっていうのがあって、はい、で NTT のスタートアップ、東南アジアの結構インドネシアとかベトナムとかのいい感じのスタートアップにピッチコンテストをやらせて、なるほど、日本の大企業とつなぐみたいなことをやってるんですよ。でそれの僕は基調講演、キーノートと審査員を実は 毎年キーノートは毎年やらせてもらってるんですけど、めちゃめちゃ東南アジアのスタートアップレベル上がってるんですよ、うん、なるほど、めっちゃ上がってます、うん、すごいやばいっていう、もう正直ちょっと抜かれてんじゃないかっていう、うん、まあ実際インドネシアでもユニコーン5、6個あるじゃないですか、まあ、そうですよね、はい、ブカラパクとかね、はい、トコペディアとか、はい、なんで、そういう意味ではやっぱりできたらここまで素晴らしいんで、もう一段上っていうことを考えるとグローバルで、実はそのグローバルを見ると日本のスタート初のスタートアップの良さも分かるのかなっていう、今日言ったものづくりとかのサービスのきめ細やかさとかで、実際僕はなんとなくそうかなと思ってたら、今日笠原さんが海外に出られたことで見てねのサービスのそのきめ細やかさ、はい、日本人ならではみたいなのが実はそのプロダクトを押し通していくと、うん、意外と、ね、受け入れられるっていうのは、ね、普及するっておっしゃってますもんね。あもう本当にそうなんだなっていう、一番高齢がこちらにいらっしゃったということで、ぜひそのグローバル化をすることで日本の良さをうまくしたスタートアップが出てきてくれると、なるほど、その先駆けは見てるかもしれないですね。確かに、はい、いやありがとうございます。最後は笠原さんに一言、日本のスタートアップに求められているということ で、まあ、ある種、まあ、ミクシーもスタートアップだと思ってるんで、まあ、まだまだそうですね、ある意味ミクシーとして求められていることでもあるなと思ってはいるんですけど、やっぱそのそうですね、まあ、だいぶこの話続いてますけど、やっぱグローバル化というところをやっていきたいというのはありますよね。 で、まあ、できればこうよりインフラっぽいというかプラットフォームとして、うん、を目指したいというか、やっぱ世界で使われる、まあ、プラットフォーム、インフラサービスというのがやっぱ最強だなと思っていて、でそこがなんだかんだやっぱ総取りしやすい、うん、仕組みだなというのもすごい感じているので、やっぱまあ、日本の会社がこぞって、まあ、そこを目指していけると、まあ、どこか出てくる可能性は、ね、やっぱあると思いますし、まあ、それはすごい勇気のある話だなと思っていて、ある種、まあ、メルカリとかスマートネスはやっぱりいい先例というか、はい、まあ、日本でいいサービスを立ち上げて、まあ、それをグローバルに、はいはい、まあ、持っていく、で、まあ、見てでもある種それをなんとか目指してやっていきたいと思ってやっていて、うん、でまあそうですね、まあ、そこを、はい、目指してればなとは思ってますね、うん、いやでも、うん、今日本当にこんな限られた時間なんですけど、すごくなんか夢のある話と、いやいやお二人の視点ならではっていう話もすごいいろいろ聞けたんじゃないかなと思います。あと15秒で1個だけ付け加えていいですか。すみません、グローバル化ってあったんですけど、もう一方で実は急遽あまり論点できなかったけど、日本の地方っていうのも本当は重要なポイントで、はい、意外と地方の方がスタートアップって開拓難しかったりするんですよ。 なんでグローバルに逃げてるっていう人がいて面白いなと思ったんですけど、 なんでスタートアップ、ね、特に東京とか特進のスタートアップは地方ともね、地方課題しかないんで、
やってほしいなと。すみません、いやいや、でもなんかこれで次もしセッションやるんだったらまた続きが地方創生じゃないですけど地方からできるんじゃないかなというふうに思いました。今日はお忙しい中お時間いただきましてどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。